クレー何凸が強いですか？二凸が一応強いとされています。ボンボン爆弾のブービートラップ踏んだ時に防御力 23% 下げれるので、このボンボン爆弾が、キララの元素爆発みたいに散らばるんよ。ブービートラップが。かわいいよな。これ踏んだ敵の防御力を 23% 下げます。防御力下げる効果が貴重なんですけど、防御力下げる効果で一番強いのはナヒーダの二凸なのよ。どう考えたって。ナヒーダの二凸も今あるしな、アヤカの四凸もあるしな。なんか一部のダメチャレでクレイちゃんが二凸効果目当てで使われることもあるんですが、あんまないかな。クレイちゃんは、星座。必須とかはないね。めちゃくちゃ強い星座はないね。貫凸もね、他の貫凸キャラに比べたらだいぶちょっと性能を持ってる感じするから。クレイちゃんもなんか無凸で火力も出てて可愛いねみたいな感じで使うキャラになりそう。強さ目的でもいいんやけど、星座はあんま貫突したところで他の貫突アタッカーにはやっぱり勝てないから、そういったところをめでてあげるキャラになりそう。一応クレイちゃんにしかない強みもあってね、結構クレイは銃撃で敵を転ばしたり、この火力全開でさ、敵に対してさ、チュン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 って追尾弾撃つね。これはって結構吹っ飛ばし性能が高くて、クレイちゃんがマルチプレイにいるときさ、なんか敵がどん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 打ち上げられてくみたいな現象見たことない？なんかどん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 敵が中高く打ち上げられてくみたいなことが結構クレイ使ってるとあってね、そういう強みがあってたりはしなくもないけど、まあマルチでクレイ使ってる人見たことない、マジで。私が結構配信者になり始めたっての時はもうマルチプレイクレイちゃんばっかいたけどな、もう時代が違うんだな。